際ここに来て風が一層強くなっています。ボートレース宮島第24回日本財団会長杯、競争水面は残る2つの席をかけての戦いです。第12レースの準優勝戦、1号艇は山崎裕二、2号艇佐藤大輔、3号艇古澤光則、4号艇坂本雄介、5号艇佐部金順次、6号艇国広翔平、以上6名の対戦。幕張の待機行動です。このカード人気の中心は1号艇山崎裕二、予選トップ通過のシリーズリーダー、地元連覇を目指してまずはここをきっちり勝って明日の絶好枠をつかみ取ります。2コースは2号艇佐藤大輔、昨日の大敗を巻き返し仕上がりリズムともに良好ムード。3コースは3号艇古澤光則、2節前までに連続優勝があります。角は4号艇坂本雄介、ここは宮島の初優勝を狙う一戦。5コース5号艇佐田金順次、今年の初優勝がかかります。6コースは6号艇国広翔平、ここはデビュー初優勝を目指す戦いです。枠なりの3対3、人気の山崎の陰線、角は4号艇坂本。第12列準優勝戦、内から1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。中膨れです。3号艇古澤と4号艇坂本コースターと3号艇が寄せていく。さあ1号艇は止めきれずまくってきた。3号艇まくり乗った、まくり出し突き抜けたのは5号艇です。佐田金順次、5号艇佐田金がボート半分覗きますが、3号艇の古澤も食い下がってトップ争い。その後ろ少し水が空いて今1番6番並んでいます。スタートは正常でした。内側に5号艇、外側に3号艇のトップ争い。内側の5号艇が先に待って、後ろから6番と1番がやってきましたが、包み込んでかわしていく3号艇。ホーム側に帰りまして先頭に出たのは5号艇の佐田金順次、リード4艇進で3号艇の古澤2番手追走。この2艇が大きく抜け出して3着争いはまだ続いています。今内側に2番、外側に1番で、これから2周の1マーク。2号艇が先に回っていく、そして懐を狙ってきた1号艇でバック側に入ります。3着争いはまだ続いていますが、直線でぐぐっと出てくるのは1号艇人気の中心山崎裕二、すぐ後ろの4番手は2号艇佐藤大輔、後ろは水が入って4番6番追走し、これから2周の2マーク。トップ5号艇が回って続いていく3号艇、その後ろ1号艇が回りますが、内から2号艇の佐藤が好旋回見せて2番と1番また並びましたが、直線では2号艇わずかに優勢も、また並び返す1号艇の山崎です。さあ2番と1番による3着争い続いたまま、レースは最終周回の1マーク。ここは2号艇に対して握っていく1号艇ですが、少しもつれて流れてしまって、ここは2号艇佐藤が浮上しています。体型は5番、3番、2番です。このまま5番、3番、2番で決まりますと、3連単のオッズは 716.7 倍、ラストターンマーク、待望の初白星です。5号艇坂田で順次ラストターンマーク、接近の2番手は3号艇古澤、3番手は道中競り勝った2号艇佐藤で、体型は5番、3番、2番で間もなくゴール。第12レース先頭5番ゴールイン、3番ゴールイン、2番ゴールイン、1番ゴールイン、4番ゴールイン、ラストで6番ゴールイン。